アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和6年10月13日、場所は金沢市営球技場にて、2024、北陸アメリカンフットボールプライベートリーグの一戦となります。金沢ワイセンベルグ対福井スノースイーパーズの一戦がまもなく行われようとしています。試合開始10時キックオフ予定となっております。本日の金沢は非常に快晴となりました。秋晴れの非常に涼やかな風も吹いております。気温も、小暮までありました残暑厳しい状況ようやくしのいだ格好になって、アメリカンフットボールにふさわしい天候となりました。この絶好のフットボール日和のこの、金沢市営球技場にて中、北陸アメリカンフットボールの一戦が行われます。北陸社会人という形で、形成されておりますこのアメリカンフットボールリーグは、現在は、日本プライベートリーグ JPFF に所属する形になっております。従いましてこの一戦は JPFF が2月に行っております日本一決定戦オーシャンボールにつながっている一戦とも言えます。日本一につながるその同点もう一つの日本一の一戦オーシャンボールに向けてのその戦いにこれから挑みます。両チームの戦いがこれから繰り広げられます。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取っていますのが、地元にあります金沢に拠点を置いております金沢ワイセンベルグです。北陸社会人のその優として長年、奮闘しておりまして、かつては X リーグにも挑戦した時期がありました。現在は JPFF に参戦しておりまして、そして近年はその、日本一決定戦オーシャンボールにも何度も足を運んでおります強豪チームであります。しかし未だその頂点頂きには至っておりません。今シーズンこそそこに届かんとこの一戦に挑みます。対しまして反対側バックスタンド側に陣取りますのが、福井に拠点を置いております福井スノースイーパーズです。こちらも福井の社会人リーグ唯一の活動チームとしまして、その共闘法として奮闘しております。福井のアメリカンフットボールはなかなか普及難しいという点はやはり北陸学生の共通の悩みといったところではありますが、その中において、その新しい人材を築かんと福井にその根城を置きまして現在の活動し、そしてこのオーシャンボールトーナメントにつながります一戦に挑みます。両チーム現在その試合に先立ちまして最終調整に入っております。本日はその両チームに事前にインタビューを取らせていただきました。簡単な形でありますが両チームのご紹介になりますような形になっているので、ぜひご視聴いただきたいと思いますので、少々お待ちください。
両チームの代表選手に試合に関する抱負、チームの紹介、そしてこの試合にかける意気込みをお聞かせいただきました。まさに日本一につながるその一戦に意気込んでいる、その意気揚々とした雰囲気が伝われば幸いに思います。先ほどもご紹介しました通り、金沢ワイセンベルグ、昨シーズンも、オーシャンボールトーナメント出場を果たす形に至っております。実を言いますと、この JPFF においてこの、北陸社会人および、長野、東海を含めました中日本という形でブロックされていますチームは、近年常にオーシャンボール出場を果たしております。関西勢をある意味圧倒する存在になっているという点においても非常に特徴的でもあります。それはいわゆる社会人としての、いわゆる X リーグのチームが、非常に少ないといった点もあるかもしれませんが、逆に言いましたらそういった活動に、勤しむことができない方々にとっては唯一と言っていいほど貴重な場になっていますのがこの中日本社会人リーグです。このブロックをそこに集まりました人材がある意味東西逆転のその一つの大きな起点になっているというふうな現在傾向にある点においきましても、この一戦非常に注目に値します。さあその開幕戦という形にこの試合はなりました。果たしてこの試合を制しましてその先に続きますオーシャンボールへのその駒を進めるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。その試合に先立ちまして、まず関係者の方々に御礼申し上げます。本日の一戦は北陸社会人リーグ、そして、この後に続きます北陸学生アメリカンフットボール協会、こちらの両団体から許可を得ましてこの試合実現配信が実現いたしました。アメリカンフットボールに勤しむ学生そして社会人たちのその熱意をできるだけ多くの方々に伝えんという形で、このような私のような若輩者にその機会をいただけましたこと大変感謝申し上げます。できる限りその期待に応えられるよう全力を尽くしてこの試合を配信させていただきたいと思います。さあ審判団がフィールドに進み出まして両チームサイドラインに並びました。まもなく試合開始前のコイントスのセレモニーが行われます。審判団に招かれまして両チーム首脳陣進み出てまいりました。これよりコイントスとなります。令和6年10月13日場所は金沢市営球技場にて2024北陸社会人アメリカンフットボールリーグ JPFF トーナメントにつながりますその一戦、金沢ワイセンベルグ対福井スノースイーパーズの一戦がまもなく行われます。試合開始10時キックオフの予定です。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取りますのが本日はホームチームとしてカラーをまとっておりますエンジンのユニフォームです。金沢ワイセンベルグです。その奥に構えますのがアウェイという形で進み出ました。ホワイトのカラーをまといました福井スノースイーパーズです。
朝は焙煎です。金沢ワイセンベルグキックオフ、福井スノースイーパーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の静止形式で行います。両チームサイドラインで檄を飛ばし、これより試合開始となります。まずは金沢ワイセンベルグのキックオフで試合が始まる形になります。キックオフキッカーは19番の大館が務めます。対しましてスノースイーパーズ3番の選手が構えている模様です。もう一人の番号はちょっと確認が難しいところではありますが、2人陣構えしました。ちなみに3番は風折れです。まず最初のキックオフは手前にいるブロッカー選手に蹴り出す形になりました。結果的に陣地としては若干優位な位置で福井スノースイーパーズ攻撃権を得る形になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはスノースイーパーズ自陣40ヤードからの攻撃、スノースイーパーズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまず中央のワンプレーを実施いたしました。まずは最初に後方に構えていたランニングバックにボールを持たせまして、中央突破を図らせます。オフェンスラインとともに進みまして約2ヤードの前進を図る形になりました。まず最初のランを託されましたがランニングバックの25番の平井でした。さあこれにより残り更新必要距離は8ヤードに変わりまして、2回目の攻撃セカンドダウンに変わります。福井スノースイーパーズ自陣42ヤードからセカンドダウン8、攻撃権更新距離8ヤード。パス不成功。今度はオフェンス、プレー開始地点から後方より一度だけ出てできますマイパスを敢行しました。一気に相手の裏を掴むという形でしたが、これは金沢食い止めましてパス不成功となっています。マイパスは失敗しますとボールは元の位置に戻され攻撃権を一つ失います。従いまして 福井はサードダウン3回目の攻撃に変わります。さあ残り距離8ヤード、この1回で突破になるでしょうか。福井スノースイーパーズサードダウン8。さあ今度はランプレー行きました。ランニングバックにすれ違いざまに、トスをしまして左オープンへのランプレー、キャリア15番、そのスピードで一気にまくりまして攻撃権突破更新を図りましたが、しかしこれは金沢食い止めましてフォースダウン最後の攻撃権に変わります。キャリアは福井スノースイーパーズ15番の押川でした。福井最後の攻撃権フォースダウン5、フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかし攻撃権を失います。
このパント絶妙の滞空時間とバウンドを跳ねまして一気に奥深くにボールを押し込む形に成功しました。金沢自陣13ヤード地点でこの位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、今度は金沢バイセンベルグの攻撃に変わります。福井の最初の攻撃シーズは結果的にフォースダウンパントという形で攻撃放棄になりました。しかしパントにより陣地を大きく押し返す形に成功しています。さあ金沢自陣14ヤードの位置になりますが、この位置からの攻撃になります。金沢ワイセンベルグファーストダウン10、1回の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は同じく10ヤード。さあまずはワンプレーから入りました。こちらもランからまず状況展開を図ります。キャリアにハンドオフしまして中央突破、そして左オープンへの展開を図りましたが、しかしこれも福井、2ヤードほどのロスにとどめております。さあ金沢も最初ランプレーから入りました。金沢セカンドダウン8。これは福井ナイスディフェンス。今度は外に展開したレシーバーにパスを通し、そこからキャッチアンドラン、取ってから走らせる選択をしようとしました。しかしこれを福井ディフェンス陣が素晴らしい対応しまして、ゲインを2ヤード程度にとどめております。金沢こちらもサードダウンの状況に変わります。金沢ワイセンベルグサードダウン6、攻撃権更新必要距離は6ヤード。金沢非常にタイトなフォーメーションを現在使用しております。パス不成功。ここで金沢は87番にパスを投じまして、この攻撃権更新を図りましたが、ディフェンスのプレッシャーてかパスをキャッチミス、結果的にパス失敗でフォースダウンに変わります。このあたり福井もディフェンス陣奮闘を見せております。金沢ワイセンベルグフォースダウン6ですが、パントフォーメーションを取ります。このパントはプレッシャーあってか自陣を脱することができず、金沢陣40ヤードを超えたところで外へ出ました。この位置で攻守交代となりましてテイクオーバー、今度は福井の攻撃に変わります。福井結果的に相手陣に入ったところからの攻撃を終えました。アメリカンフットボールは得点を奪い合う点取り合戦です。しかしその点を取るためには、その開始地点、そして攻撃の展開できる位置は非常に重要な要素になってまいります。この陣地の優位不利というものは、そのチームのバロメ現在の状況のバロメーターとしてご覧いただけると、アメリカンフットボール分かりやすくなります。さあその結果、福井は相手陣47ヤードからの攻撃に入ります。相手陣からの攻撃、福井スノースイーパーズファーストダウン10。さあ密集点いきました。フルバックのダイブプレー、ブロッカータイプの選手にボールを持たせ中央密集点突破を図りました。キャリア97番オフェンスラインともども中央なだれ込みまして、約3ヤードゲインを獲得しています。福井スノースイーパーズ97番は津田、津田は福井大学シルバーフェニックスの選手です。福井大学は今シーズン人数不足のため、北陸学生リーグに参戦することを叶いませんでした。甲子園ボールに出場することができませんで、への挑戦を目指すことはできませんでしたが、このオーシャンボールトーナメントで日本一目指します。福井セカンドダウン7。パス成功。今度は右に展開していたレシーバーにパスを投じました。やや若干短いパスでしたが、これをレシーバー飛びつきまして見事キャッチし、約6ヤードのゲインに変えております。攻撃権更新にはしかしわずかに届いておりません。サードダウンに変わります。さあこの1ヤードどのようにして突破するでしょう。金沢どのようにして食い止めるでしょう。福井スノースイーパーズサードダウン残り1ヤード。
中央行った攻撃更新ファースター。ここで福井はオプションプレーをチョイスしました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレー。ここはクォーターバック自らキープを判断しました。クォーターバック8番、これが判断よく攻撃更新です。福井スノースイーパーズファースター、見事攻撃更新果たしましたのはクォーターバック8番の坪井です。さあ攻撃権更新になり、相手陣31ヤードから福井スノースイーパーズファーストダウンテ。さあこのランも出ました。しかしここでイエローフラッグ、反則が投じられております。審判団からフィールド上に黄色いウエス落とされますと、これは反則発生を意味します。さあ果たして その反則どちらのチームにあったでしょうか。まもなくその反則の内容をコールされます。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。いわゆるフライングです。5ヤードのバッタリとなります。従いまして先ほどのプレーは無効という形になり、しかしオフェンス5ヤード前進しファーストダウンやり直しとなります。従いまして福井ファーストダウン5で試合再開です。さあこれでどのように次のプレー展開するでしょう。福井ファーストダウン5、さあ中央へランプレーを投入しました。ランニングバックを中央に一点集中させるブラストプレーで中央突破を図ります。相手ディフェンス粉砕戦と一気にオフェンスラインともどもなだれ込み、約3ヤードから4ヤードゲインとしています。さあ現在福井が非常に勢いに乗っている感がある、そのような攻守の展開になっております。福井はこのまま一気にエンドゾーンを目指せるでしょうか。福井スノースイーパーズセカンダー残り1ヤード。さあ2周点いた。ここでフルバックのダイブプレー、攻撃権更新ファースター。最も早く確実なダイブプレーでこの距離を詰めまして、見事攻撃権更新になっております。そのラン大役果たしましたのは福井スノースイーパーズ、いや福井大学シルバーフェニックスの97番津田です。さあこれで相手陣20ヤードに攻め上がりまして、福井スノースイーパーズファーストダウンテ。ディフェンス、クォーターバック8番、プレイアクションランプレーをフェイクにし右に展開しパスを投じようとしましたが、ディフェンスここで強烈にプレッシャーをかけまして、そのパスを投じさせることなく外へ押し出すことに成功しました。結果的に出た地点でプレー終了となるため3ヤードロスに変わっております。この辺りは金沢さすがのディフェンスを見せ始めました。さあ福井これを押し切りましてエンドゾーンを捉えることができるでしょうか。福井スノースイーパーズセカンダウン13。パス不成功。
ここでロングパスを投じました。一気に相手の裏を掴んと左奥走り込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしわずかに届かず、パス不成功でサードに変わります。さあチャンスですが福井、しかしサードダウン13の状況、果たしてどのようにしてこの攻撃継続を図るでしょうか。ここは金沢が止めた。選択肢はドロープレー、パスに見せかけたランプレー。この距離をパスと見計らい、その裏を掴んという選択でしたが、しかしこれは金沢許しません。さらにロスを奪いまして、フォースダウンに変えます。さあ、福井、フォースダウンロングに変わりましたが、ここでどのように攻撃の選択をするでしょうか。フォーメーションを変える模様です。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス46ヤード、47ヤードの状況のフィールドゴール、さあ果たしてこれは決まるでしょうか。しかしこのキックはショート、フィールドゴール失敗となりました。結果的に無得点という形で4回目の攻撃終了となり、テイクオーバー攻守変わりまして金沢の攻撃に変わります。福井なんとかこのチャンス生かさんというところでしたが、しかしここは金沢食い止めました。フィードゴール失敗に終えさせ、攻撃権を取り返す形になりまして金沢の攻撃に変わります。道健さんのメッセージありがとうございます。ナイスパントでしたねというのは、先ほど福井が相手陣に押し込みましたパントのことを支えていると思います。見事なパントでした。これにより現在福井は非常に有利な状況になっております。とはいえ強敵の金沢です。この位置から反撃入ります。自陣30ヤードからの金沢ファーストアンテン。さあここでランプレーいきました。クォーターバック8番ハンドオフウェイから右オープンに展開、相手の裏を突くようにしてオープンに展開し、約8ヤードのゲインを果たしています。ここでまず最初のランで前進しましたのはクォーターバック8番の江畑です。金沢ワイセンベルグセカンダウン、セカンダウンスリーです。セカンダウンスリーで次の攻撃展開します。さあ中央ランプレー、しかしこれは福井ナイスディフェンス。ここで中央に選手固めてキャリア23番に中央突破図らせようとしましたが、これを75番5番が仕留めまして、このランをノーゲイン、サードダウンに変えます。素晴らしい対応したのは福井スノースイーパーズ5番の大和、先ほどもインタビュー答えていただいた選手です。そして75番の渡辺が立ちはだかりました。チームキャプテンです。金沢サードダウン4、さあさらに密集点いった。しかしこれは福井と踏みとどまります。攻撃権更新なりません。フォースダウンに変えます。これは面白い対戦になっています。オーシャンボール常連になりつつある金沢を現在福井が真っ向勝負で現在五分の戦いに持ち込んでいます。金沢フォースダウン2、パントフォーメーションを取ります。このパントは低い弾道になりまして、福井スノースイーパーズ陣
35ヤード付近でボールデッドとし、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバー、福井スノースイーパーズに変わります。現在 YouTube でこの試合をご覧いただいている方々にお願いございます。チャット欄の方にどうぞ忌憚なくメッセージを、入れていただければ嬉しく思います。両チームへの応援メッセージ、そして励みになるメッセージを期待しています。多くの方々にこのチャット欄メッセージ埋めていただきますと、 YouTube 多くの方々にこの試合を配信するようにプログラムが組まれていると聞いております。できる限り多くの方々にアメリカンフットボールをご覧いただく機会を皆様のご協力お願いしたいと思います。さあまずパスから入りました。クォーターバック1番、一旦はそのレシーバーへのパス、ターゲットは見失いましたが、しかし右に展開しまして、このパスを通しまして約2ヤードから3ヤードのゲインに変えております。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、金沢ワイセンベルグ0点、福井スノースイーパーズ0点、両者無得点のまま、これより攻守方向を変えまして第2クォーターに移ります。